皆さんこんにちは、照井大地です。今日は羊蹄山に来てます。これから登っていきます。足を置くことで角度があまり次登る角度がつかなくていいので、できるだけ前に進んでから次の足を要は上に行かなきゃしんどいよ。そうです、上に行ってたらこっちの足が楽に、はい、行けるっていうことです。これが下にいるとここの角度がまた急になっちゃうので、力をかけるときにズリッと落ちたりするので、そう、曲がり角に対して一歩前に出るっていうのを意識すれば、それがあの足を上げるんじゃなくて横に出せるっていう。羊蹄山斜面を変えて2日目です。
はい、こんな感じで羊蹄山滑ってきました。また次回お会いしましょう。またねー。